うちの工場でちょっと場所をお借りしてやってるんですけどね。ちょっと今の進行具合見ましょう。どうぞ中お入りください。思ったよりひどかったですね思ったよりひどかった。当初板金で行こうかなと思ったんだけどね、交換した方がいいですね。ちょっと見て、ここね、最初手ぬいなと思ってたんだけど、サンダーで履かしたらだんだんボコボコが見えてきて、後ろも鉄板ビーズ穴開けて引っ張ってね、ここ、ほんとだ。これダメかな、ダメかな。バックパネルも変えるから、あとせっかくね、ロアパネルも新品ね、出たからクォーターもやりますかね。反対側もここもね、板金しなきゃね、ここも板金しないといけないから、そう考えたらレストア .com さんのリアクォーターでにしましょうかね。で、マーカーだけ穴開けてもらって、ここにちゃんとマーカーつくようにしましょうね。そうすると、ルーフはカーボンで張り替えるんで、すごいすっきりしますもんね、後ろ全部。それでいこう。で、前ぶつかってって、これ今板金してますくにゃってなってます、くにゃって。多分メンバー自体はそんなにいってる感じはないんで、うん、まあちょっと修正してあげて、フロントを落としてあげてって感じですかね。今ね、板金しまってます、ここ。これ部品がないんで、直してもらいますこれね、これはもう部品ないんで、こう綺麗に止まって直してもらいます。フレームも切開してもらいました。これ確か部品そのうち出るんじゃなかったかな、ここ。出る、うん、新品出ない、新品は出ないですね、確か。それは使えるもんね、うん、ピロン、これ直してもらいましょう。ここの部品が出ないから直してですよね、ね、ね、くにゃって曲がっちゃってますね。僕ね、今筋いっちゃってて曲げらんねえんですよ、指が。これね、バッテリーのこれね、ブラケット、今回レース用じゃないんで、ちゃんとバッテリーも所定の位置に戻しますんで、はい、ね、プロモをしっかり直してもらって、エプロンを板金してもらってっていう感じですかね。はい、まあまさかクォーターがダメだと思わなかったうん、結構程度いいなと思ってたんだけどな、やっぱダメか。屋根もそうですもんね、うん、本当はそのまま行こうと思ったけど、結局やっぱりね、鳴らして触るとね、ボコボコボコってなってるんですよね。だからね、もう、うん、本当はね、インパルスさんでカーボンクォーターとかも売ってるんだけども、ここはあえてやっぱ鉄クォーター、レストアドットコムさんに出てる鉄のクォーターで張り替える形にしましょうよね。そうするとレストアされる方の見本にもなると思うんで、うん、まあ、せっかくだからやりましょう。はい、これ何、何これ、何これ、ネジついてるよ、これ何これ、ここ、え、こんなの日本車ついてないよ、なんだろうこれ、気になるな、これアメリカの人教えてください
これなんだろうこれ。一体これ何がつい、配線かな、何これ、気になるな。これと中とか、うん、火使ったらダメだろうから、戻ると思うんだよな。あと、うん、上は作ってた方が早いね、うん、アッパー、アッパーサポート、これやって、あー多分あれ戻しても弱いダメそうですか、それそれ戻しても弱いよねこれじゃ。いやでもどうだろう、そこは使うんだよ、うんうん、そうですね、この辺から作っちゃった方が早い、早いですか。フェンダーの先っちょがつく、ついてこれが乗るでしょ、そうそうそう、これは多分これだけ曲がってたら帰ってつけちゃったら早いですかね、早いと思う一応まだ読むのできないんで、うんうん、ちょっと合わせて、合わせながら、この斜め位置合ってるんだよな、うん、大丈夫だと思うんだけど、この辺も全部合ってるし、これはね、フリーに動くから、うん、じゃあ ここだけ先に作っちゃって、まっすぐなの作って、うん、こっちコピーして、こっちをやっちゃいます、うん、その方が早いと思う。はい、今職人さんにフレーム周りを直してもらってます。うん、ドアメンバーは大体綺麗、大体というかもうすごい綺麗になってます、完璧です、はい、ね、ラジエーターのコアサポートも叩いて直してもらいました、完璧です。フレームもきっちり伸ばしてありますね、いい感じで、今回使用するのがレストア .com さんから発売されている、クォーターパネルですね。もうこれがねすごく重宝するんですよ、助かりますね。はい、というわけでまずはクォーターを剥がしていきます。もうバックパネルもあるからドアパネルも用意されているのでざっくり切っていっちゃいます。じゃあですね、はい、先に屋根の方がいいみたい、ね、うん、屋根切っちゃう、うん、はい、屋根だとこっからレールを残して、レールを残してこうカットするじゃないですか、はい、そうすればうまくすればこっからノコバ入れて、うん、こうカットすれば、うん、こいつつけたまま外せるかもしれない。ああ、そっかそっかそっか。はい、うんうん。そうはいいですね。うん、裏から揉めるから、うんうん、こいつ綺麗に取れるから。よかよかよか。屋根いっちゃいました。屋根先の方がいいかもしれないですね。これ裏入ってました結構。ここはそのまま行きましたっけ。こういう感じで行く。一回上から行っちゃいました。一回カットしちゃった方が俺楽じゃないですかね、うん。あれも入るし、機械も入るし。クォーター結構もう上までついてるから、そうですよね、潜らせられますもんね、うん、カットしてこの辺を潜る必要ないですよね、多分ないですね、うん、こう、あ、ダメなんだ、うんうん、裏側についてるからダメなんだ、ここは取んなきゃダメだから、うん、ここへまで切っちゃって、うん、そうですね、よし、じゃあ屋根を剥がしましょう、はいはい、はい、久しぶりにつなぎに着替えました。あ、一気にバラしてきますよ、久しぶりだな、1枚ですよ、1枚持ってて、屋根結構デコボコなんでカーボンルーフに変えます、そうですね、ここのレールを使いたいんでこれをあんまりいじめないようにするために先にルーフを剥がしちゃいますね。よーし。
くしてて、ね。屋根がない。行きましょう。ギリン。なかなかこの屋根がないのは見れないんじゃないですかね。ね。サンルーフなしはここに1本入ってるだけだよね。サンルーフありだとこの裏にパネルがもう1個あって、それをね剥がすのが大変。ね、すごい程度いい。全然ほら中全然サビがない。見てください、ほら全然サビてない、ね、今回のレストア .com さんのクォーターはここまで、ここからこう来てここまでついてますね、クォーターが。なのでこうよくここで継ぎはぎとかしますよね、継いだりとかこうやってしなくて済むんですね。まあ大体屋根剥がすことがないからね、普通継ぐって繋ぐんだけど、ね、もうレストランとかで屋根まで綺麗にしたいっていう場合はもう間違いなくこのクォーターを買っていただいて、そうですね、こう切らないで全部中から全て使う、そうすることによって剛性はアップしても剛性が落ちる下がるってことはないですよね。ここから全部使えるからね。はいはい、どんがらははどんどん行きましょう。ほぼ旅がないですよ。